霊夢だよ。マリサだぜ。今回は可変機の聖地である軍事基地で、極悪ミタスを使っていきますよ。血も涙もないけどおめえ。黙れ。軍事基地とかいうクソマップくらい、メタスで出てもいいやろがい。何気に機体色を金にしてるのが古尺だな。私は気品溢れる饅頭ですからね。私にぴったりな色でしょう。うっひ、早速高台から撃ち下ろそうとするゴミプレイ。さあ、早く出てこい。マツキガッタが気づいてないぞ。ならばこの神相当にビームを叩き込むまで、10割はあったマツキの体力がワンコンで半分に。そんなの無絶望で、いちいち泣かしながら足を滑らせるレイムさん。落ちても変形で強ボディへとカムバック。このマップ、メタスとの相性が良すぎる。煙を吹いてるマツキを発見。縦にヒット。操作ミスでしゃがりなう。は？また落っこちる。空中制御プログラムで事なきを得る。下にいるのは強襲機のデザゲルさん。その効果力見せつけろ。フライングダイナソー。ナッキ地区には敵だらけ。本当に敵しかいないじゃないですか。許して私はまだ死ねないんです。この命、無駄にはせんぞ。攻撃がフルタイミングで無敵をゲット。味方と合流しますよ。ここからでも逃げられるのが変形機の強み。残り体力313で生きてても、タイミングを見て落ちるべきだな。味方が割と天才だからどうしたものか。変形射撃でドルズさんの援護を引き継いだ課題へ。ヘイトは切れてるし、いい展開。ふわっとキャッチ。は？奥の味方を助けたい。しっかり命中したのはいいこと。次のバイアスポジションへと移動します。注意したとはいえよくその体力で持ってるな。味方にヘイトを押し付けてますから。ぶっちゃけすぎだろ。到着しましたよ。霊夢さん、まさかの棒立ちで攻撃を開始する。しっかりバズビームでカットもしていきたい所存。極悪非道な残虐指示だぜ。背中がガラ空きだぞ。この蓄積スピードやっぱり異常だろ。味方がしっかりとどめ。味方も落ち始めたな。私は生き残りますけどね。500コストの肩パッドさんにもビームとバズをプレゼントだ。下の味方は、こんな盤面で見逃してもらえるはずもなく。そんな、とはいえこれでビームのに、奥のリベルグを落としますよ。やれるのか？ふわっと着地。綺麗に決まったな。目の前にデザゲルさん、メタスで接近戦は使いたいが、足止めすればみんなが駆けつけてくれる。どうやら味方が追いついてくれたようだな。格闘勝ち合いでカットまで、味方の温かい援護で一命を取り留める。今のうちに適正ボディへ移動したい。あれ？やばい。まさか、落ちる。オバーキムーブオフ。5000点勝ち越してるなら勝ち確定でしょう。だが盤面やばくないか？トランスフォーム。お家に帰ります。味方が抑えてる間に逃げ切りたい。できる限りの援護はしますよ。ここから助かりそうなのは霊夢さんくらいか。リベルグを止めて。逃げるんだよー！一番一番、すまぬ。なんとか帰ってこれたな。あったかハイムが待っている。ということでメタスでした。よだめはあまり出なかったが、変形を組み込んだ立ち回りは身についてきたな。みんなも、メタスで卑怯ボディを生かして楽しもう。よかったらチャンネル登録高評価よろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。